ああ。じゃあ、そこに葉っぱがあるから、葉っぱ。種入れしなくてもいいじゃん。いいこと言う。このまま。ほら、いいこと言う。チェーンがなくてもできてる。できてない。できてない。じゃあ、この葉っぱでやんな。葉っぱだとスイッチができたかどうかがわかるでしょ。で、じゃあ、やんなくてはなんないことは、まずフェデリックなんですよ。これも本当は前にいたいけどね。で、けど前には行けないけどね。葉っぱで始める、葉っぱで終わる。リアが葉っぱに。本当は後ろから前に行きたい。いやー、行ってないよ。そこでスタンディングしないとスイッチになんないよ。そう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 。うん。まずはそのフェデリックから。で、フェデリックの最中に何をやってるかっていうと、フェデリックってジャックナイフじゃん。で、ジャックナイフをしてて前のタイヤだけで走るんだけど、僕前のタイヤだけでマニュアル打ってる。マニュアルって何かって言ったら、この状態で漕がないで、今漕いでないよね。シャーしか言わないよね。漕がずにマニュアルが打てるの僕。スタンディングからマニュアルができるの。で、今のはスタンディングだよね。出た。僕この状態でマニュアル打てるの。だってさ、フェデリックしてる最中に、ここの前輪だけでマニュアルを打つから、こうなるの。っていうことは、スイッチっていう技があるんじゃなくて、フェデリックっていう技と、マニュアルっていう技を混ぜてるだけなの。で、そのためには、当たり前なんだけど、見て。奈良くんって割と筋肉がないの。まだ未発達だ。で、僕の方が太いでしょ。多分重いよね。それは筋肉なんだ。で、それはそのうちつきます。つくとしてもだ。見て。奈良くん立って乗るでしょ。だからこれしか出ないんだよ。で、ここに手がある。肩がある。手と肩。ここにつけると、手の分のリーチだけ出る。だから見てて、手に肩をつけてから前に出てからマニュアルします。まずは、マニュアルだけやってみる？できない。マニュアル、まだできない。あ、そうか。ごめん、ごめん。じゃあ、マニュアル説明しよう。マニュアルはね、ちょっと見てて。前を上げるんだけども、前は引かない。引くとね、見て。ここに力が発生して人間も引き寄せられちゃう。上がんない。すぐ落ちる。だから、最初にやることは、ここなの。で、並んでごらん。で、足を両足ついてごらん。で、ホースに顎をつけてごらん。そうだね。見てて。ほら、肩と手が近づいたでしょ。で、その時に、ほら。ほら。まだ音が小さいね。はい、いくよ。さっき僕がスイッチした時に、チャーって言ったでしょ。あれはマニュアルの音だよ。手で持っちゃってるからタイヤ回ってない。
それはこうやってんの。こうやってるから後ろも浮いちゃってるわけよ。で僕は後ろ浮かしてないわけだ。一瞬チャーが弱いね。っていうことはやっぱりこうしたいんだよ、人間の脳みそが。だけどよく考えてこうする。これちょっとで、そのためにはここをここに寄せてこういう感じだよ。そうだよ、ね、じゃあそれを右足乗せてやるよ。右足乗せてチャーッと乗せて、いいよ、こぐね。でじゃあそれを走ってきてこの線でやる。その線が目印だよ、見てて。マニュアルアップだけですぐブレーキかけるんだよ、危ないから。ここまでちょっとでいいよ、ちょっと上がればちょっとでいい。だから何が違うと思う？全然わかんないね。奈良君はマニュアルするときに手しか覚えなかったの。手しか教えてないからね。で当然のことながらそれは教わってないからできない。でも今度足だけ見てて、奈良君はこうやってんの。足が何もしてないの。で足の動作っていうのは教えてない、これから教える。手の動作を邪魔しないこと、つまり足を曲げよ。こうなればいいんじゃん。つまりこうなればいいんじゃん。つまりここでこうなってると良くなくて、ここでこうなってるといいわけ。あ、だから、こっちおいで。はい、持った。ここに座ってごらん。そうなればいいわけだ。でだ。よく考えてみて。肩ここだよね。見て。水平線。で、肩を、ここから、ここにこう動かすんだ。わかった？そうだ。わかっちゃったね。はい、やってごらん。最初にしゃがめ。ほら浮いた。で最初にしゃがめって言ったのにしゃがんでない。あ、最初にしゃがむときにこうやってるんだよ。つまり奈良君はしゃがめって言われたときに最初にこうやったの。つまりしゃがんでないんだよ。しゃがむっていうのはエレベーターみたいにこことここを曲げてこうすることだったんだよ。そうそうそう。そうすれば足でも押せる。足の押し方を見てて。はい。これ、ハンドル。足も押せるんだよ。足も。こぐんだよ。待って。今、教えてみしゃがめ。はい。はい。まだ低い。お尻が。始まりのお尻が低い。だから、始まりのお尻は見えてない。自分のお尻に目がついてないから。始まりのお尻見て。そうだ！そうやって見なきゃ。ほら、低いじゃん。じゃない。全然高いじゃん。始まりのお尻をこっちからよく、助走をあの辺から取って、フォームを作ってから来な。そういうこと。スタンディングから線にフロント合わせて、スタンディングからマニュアルしてごらん。マニュアルアップ。スタンディング、腰落としてマニュアルアップ。
こぐんじゃない。しゃがんで投げるんだ。そうだ。それができたら、ジャックナイフからのマニュアル。ジャックナイフからのマニュアルっていうのは、走ってきていいんだよ。最初はスタンディングからじゃできない。勢いをつけていいから、走ってきてブレーキ使って、ジャックナイフしたら、マニュアル。しゃがめ。行け。ビビんな。行け。そこで、はい。しか出ないから。で、ジャックナイフで、ここに膝をつけるジャックナイフしてごらん。離すよ。うん、スタンディングで、膝をつけるジャックナイフしてごらん。ギアが低い。できる。そこからマニュアル打つんだよ。分かっちゃった。相当怖いだろ。でも、じゃあ、見せるよ。膝見ててごらん。おじさんさ、マウンテンバイクとか乗ってる人、まあそのくらいでジャックナイフができましたぐらいの人ってジャックナイフしてた時に安全にこうするんだよ。膝と腰を逃がすの。だけどそれはジャックナイフをしただけじゃん。使えてないじゃん。使うっていうのは、ここに膝を入れてジャックナイフをするわけだ。膝見せて。入ってるっしょ。そこで二度飛んじゃダメだ。だって二度飛んだら、せっかく上がってきてるエネルギーをジャックナイフで逃がしちゃってるじゃん。逃がさずに、怖がらずに、上がってくるエネルギー使っていかなきゃ前に出れないじゃん。行け。まあ怖いよ。一回じゃ覚えらんない。なんで一回じゃ覚えらんないか。ペデリックが下手すぎるし、スタンディングが下手すぎるし、マニュアルが下手すぎるし、三つをいっぺんに覚えて、スイッチにするっていうのは不可能だよ。つまり基礎が全然できてないの。スタンディングが下手、ペデリックが下手、マニュアルが下手、その3つを練習した人が斉藤さんスイッチ教えてって言ったらその場でできる。だけどもスイッチっていう技があると思ってスイッチ教えてくださいっていうのはあいうえおが書けないのに四文字熟語の漢字を教えてくださいみたいな。わかった？そうでしょ？